暗黒梅は、京都大学で行われている、症状梅を工場暗黒化で、境内飼育し続ける実験。長期の暗黒が、生物に与える影響を調べるため、京都大学理学部動物学教室教授の森、周知によって1954年に開始された。2007年2月、森が死教し、後継者によって引き継がれており2018年現在も、継続中である。 実験から60年以上、約1500世代目に達したの変異が認められたという。1500世代を超えて荒廃させていった結果、暗黒場へは視覚に頼れない分シグナル伝達力と感覚能力、嗅覚などが通常の個体に比べ高くなっていることや、反対に外実リズムを保持し、光へ反応して光に近寄る性質は変化がないということが分かってきた。 追悼、森朱一先生、暗闇50年、生え、進化、1400世代飼育。読売新聞。オリジナルの2009年12月8日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20091212234746/.http:// 読売 COJP。 サイエンス、ニュース、2千九9 1 2 0 8位と 1T00780、HTM、安倍明香る。暗闇で60年1500世代飼育、暗黒映え研究窮地に。朝日新聞、h t t p w w w a s a i c o m articlesasj2952ptj29plbj002、h t m l 8ズツ美奈子、順序。 杉山、ゆぞ、西村、おさむあいず、ともゆきとよら、あつしふじやま、あさおあがた、きよかずえとおる、ゲノムフィーチャーズオブ、ダークフライ、A、ドローサーファララインリアードロング、タームイン、A ダークエンバイロメント。クローズ17、1から13、ドイ、10.1371、ジャーナル、ポネ、0033288、57年間1400世代の結晶、暗黒のゲノムには、 約5%の変異兄弟らが確認。マイナビニュース。http コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュニューススラッシュ2012スラッシュ03スラッシュ16スラッシュ095スラッシュ果物に寄ってくる。あのハエを暗闇で60年間育てた結果、ありがとうございます。